ね、施術は今回も丁寧でとても体が楽になりました。こんにちは。こんにちは。今から施術をしていきたいんですけども、はい、ちょうど1週間経ちましたけども寝違えたところの痛みっていかがでしたか？そうですね、痛みはだいぶ引いてきて、前回が10割だとしたら、だいたい今は3割程度まで落ち着いてます。よかったです。はい、ね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前から週に2回は寝違いするっておっしゃってましたけども、はい、この1週間寝違いはされましたか？そうですね、だいぶ頻度 は減りましたね。ちょっと1週間経って1回ぐらいとか？そうですね、1回ぐらいですね。いつされました？昨日です。あ、昨日ですか。はい、じゃあまだちょっと痛み残ってるかなっていう。そうですね、少し痛みは残ってます。うんうん、あと肩こりはいかがですか？肩こりも先週通った時よりもだいぶ痛みは軽減されてます。よかったです、よかったです。首をできる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、逆回してみてもらって、今首は動かした感じ、痛みが出るとか突っ張る感じいかがでしょうか？やはり寝違えたところの左側が少し痛みます。なるほど、でも回るかなっていう、はい、わけです、わけです。首を下向き、上向きってやってみてもらっていいですか？下向き、上向き。この時は痛みが出るとか突っ張り感はいかがでしょうか？そうですね、特に痛みはないですね。大丈夫ですか？はい。じゃあ今から全部見ていきますので、横のベッドに移動お願いします。お願いします。結構痛い、一瞬だけ、ね、楽にしておいてもらって。今痛いですか？大丈夫です。大丈夫ですか？だらーと肩の力だらで左向きますね。肩の力だらーと楽にして大丈夫ですか？あれちょっとちょっと引っ張りますよ。もう一度ね、ゆっくりと右向きましょうか。大きく息を吸って、はい、吐いて、ふー、吐き切る感じ。大丈夫ですか？じゃあ一度座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。ゆっくりと胸を張っていただいて、後ろに打たれます。首の後ろ、ここで両手を組んでもらってもいいですか？指と指をしっかりと結んでもらって下向きましょうか。脇を閉じた状態でゆっくりと胸を張ります。後ろに打たれて、はい、顎を引いて、もう一回脇閉じて、ちょっと下向きましょうか。もう一度も垂れます。肩の力なら4回だけ背中丸めて、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふう、もうちょっと丸まって、肩の力もストン、はい、OK です。手を下ろしましょうか。では下向いたまま顎を引いて楽にしておいてください。これで最初みたいに首ぐるっと回してみてもらった感じもいかがでしょうか？あ、でもだいぶ楽になりました。さっきより痛み取れてますか？少しマシになります。少しマシになってます。 OKOK、 残りもしっかり取っていきますね。はい、お願いします。左手をもらいます。一旦腕の力だらーんと楽にしてもらって、びっくり大丈夫ですか？手を後ろ回しておいてもらって、ゆっくりと持たれます。
今度反対側で寝てもらってもいいですか。右手ももらいます。はい、これの力だらーんと、うん、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。手を後ろに回しましょうか。背中の方に持ってきてもらって、ゆっくりと後ろに持たれます。
はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。最初と同じようにまた首をぐるっと回してみてもらってもいいですか。はい、逆回してみてもらって。あ、でも全然違いますね。マシになってますか。マシになってます。よかったです。痛み最初ね、今日3割ぐらい残ってるかなっていう感じでしたけど、そっからどれぐらい減りましたか。だいぶ減りました。だいぶ減りました。半分ぐらい、そっから、はいはい、それぐらい減りました。あ、よかったよかった、はい、で首をまたね、下向き上向きってやってみましょうか。で上向いていただいて、あ、もともとね下向き上向きは何もなかったと思うんですけど、今動かした感じはいかがでしょうか。そうですね、まあ、可動域が増えたと言いますが、うんうん、まあ、やりやすくはなってます。よかったです。下向きどこら辺までいけますか。そこら辺ぐらい。上はどこら辺までいけますか。あ、 OK です、 OK です。矯正術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか。そうですね、施術は今回も丁寧でとても体が楽になりました。あ、よかったです。ありがとうございます。じゃあまたね、今日は一旦ここまでにしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか。はい、ありがとうございました。